あら、ナーベラル、お疲れのようね。当然でしょう、ユリ姉様。モモンさ、いえ、アインズ様にお仕えするのですもの。ひとときも気は抜けません。それ、わかる。アインズ様と一緒。嬉しいけど、怖い。そうなのよ、シズ。でも、アインズ様のご命令のたびに、この胸に湧き上がる。はい、おしゃべりはそれまでにして、プレアデス月例報告会、およびお茶会を始めます。ユリ姉様、ルプーが欠席ですよ。エントマ、ルプスレギナが人間の村に行っていて欠席なのは見ればわかる。あなたの発言は時間の無駄よ。あら、ソリュシャン、きちんと確認しないと。大事な報告会でしょ。二人ともそこまで。エントマ、お茶菓子を用意して。はーい。僕、いえ、私、副長ユリアルファが議題進行を務めます。今回の報告は主に三件。私とナーベラル。はい。私の方は冒険者ギルドを通じての貴族の依頼で人間二人と共に旅をしました。途中でギガントバジリスクの討伐を。もちろんアインズ様と共に。アインズ様と共に？何それ、羨ましい。ナーベラル、自慢してる。ギガントバジリスクを倒したアインズ様のご活躍。ナーベラル、もういいわ。私の方はシズと共に第一回ナザリック地下大墳墓スキスキアインズ様守護者記念大オークションのオークショニアを務めたわ。うん、オークションやった。しかしひどい名前つけたのは確実にあの方ね。悪い方ではないんだけど。ナーベラルとユリ姉様、それにシズも、アインズ様のご勅命、羨ましい。あ、ソリュシャン、その腕ちょうだい。人間って右利きが多いでしょ。だから右腕の肉付きがいい男が多いのよね。血が飛んだ。私専用飲み物の中に入った。あ、ごめんなさい。罰としてあなたが飲む。あれ、一杯で何千キロカロリー？詳しくは知らないけど、体を動かす男が一日何も食べなくても良くなるくらい。飲む。ユリ姉様。エントマ、食べ物を無駄にはしない。美味しいけど。で、三つ目の報告はソリシャン。セバス様と共に王国で情報収集中ね。はい。大きな問題はなく、経過は順調です。でもやっぱり、肉は柔らかい若い女の方がいいわ。それも、生きたままの方が。食べ方なら肉の柔らかさなんて関係ないでしょ。飲み終わったみたいね。ちなみにチョコ、バナナ、ストロベリーと味は豊富。生きたまま取り込む、あの感覚がいいのよ。アインズ様がお許しにならない以上、様々な手段で情報を聞き出した後の男で我慢しなさい。せめて生きたままにしていただけないか、お願いしてもらえない？賛成。考えておくわ。